ハローユーチューブ、どうもマサルです。今回は現在のまだ購入することができるホームボタンがついた iPhone を2つご紹介したいと思います。まず1つ目が今画面に表示している iPhone SE となります。iPhone SE 自体は Apple の公式サイトでの販売は終了しましたが、現在 Amazon などネットショップでは今でも取引されています。こちらに表示しているモデルは国内版で、なおかつ SIM フリーのモデルとなります。価格については35,980円となっていて、色違いだったり、またこことは違う販売ページで購入すると、これよりも少し安く買える場合があります。最大の特徴はディスプレイサイズが4インチとコンパクトなところ、そして従来通り物理式のホームボタンが搭載されているというところがあります。物理式のホームボタンが搭載された2つ目のモデルとしては、こちらの iPhone 6S となります。今画面に表示しているモデルは iPhone 6S の 32GB モデル、カラーがゴールドモデルです。こちらについては先ほどの iPhone SE よりも少し安く、現在の価格は3200円となっています。先ほどの iPhone SE の場合、ディスプレイが4インチととても小さかったんですが、この iPhone 6S についてはディスプレイサイズが4.7インチと、昨年発売された iPhone 8と同じディスプレイサイズになります。やはりこちらのモデルもホームボタンが搭載されていて、従来通り押し込んで操作することができます。今回は iPhone SE と iPhone 6S 2つのモデルを紹介しましたが、それぞれのモデル、違いとしてはディスプレイサイズの違い程度で、基本的なスペックは同じになっています。例えば CPU についても iPhone SE、iPhone 6S 両方とも A9 が搭載されています。また対応している Wi-Fi の規格についても、どちらも 802.11ac までサポートしていますので、Wi-Fi 環境で高速で通信することができます。少し細かいポイントになりますが、異なる点として、実はこのホームボタンに搭載されている指紋センサーのバージョンが異なります。iPhone SE に搭載されているモデルは初代のバージョンが搭載されているんですが、この iPhone 6S については第2世代の指紋認証が搭載されています。ですので、指紋認証をより快適に高速に行いたいというのであれば、iPhone SE よりもこちらの iPhone 6S を選択するというのがいいかと思います。ということで、今回は現在購入することができる物理式のホームボタンが搭載されている iPhone を2つご紹介しました。どちらのモデルも最新の iPhone と比較すると、新品モデルでも約3分の1の価格で購入できます。単に物理式のホームボタンが欲しいというだけではなく、より安く iPhone を購入したいというのであれば、こういった少し型落ちしたモデルを購入するのもいいかと思います。なお、この動画の概要欄には今回ご紹介した iPhone 販売ページのリンクを貼っておきます。在庫はかなり少なくなっていますので、最新の在庫状況など気になる方は概要欄のリンクの方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。